なるほど。さようでございますか。もちろん私どもがお力になります。ああご安心を。え、ああうちの八神をですか。いや大変恐縮なんですが、彼は先々まで手いっぱいでしてね。はあ、いつまで続くんだろうなこの八神人気はよ。なあ沙織ちゃん。源田法律事務所です。ええ、八神は弊社の所属弁護士です。またご指名か。みんな無罪取れる弁護士がいいんだとさ、八神先生。まいっちゃいますよ。あの裁判はまぐれもあったってのに。当たり前だろ。判決の 99% が有罪ってんだ。まあだからまぐれだろうが無罪ってやつはでけえ。取った弁護士はヒーローよ。元がゴロつき上がりでもだ。ですね。ですねってお前いい気になってんじゃねえぞ。なってませんけど。そういう態度には見えねえな。あのな、勝てるばっかじゃねえんだ。俺は先輩としてお前に聞いてんのか。ご忠告ありがとうございます。どうしてもということでしたら、うちの新谷が言ってます。八神より経験豊富な弁護士です。聞いたか。確かに。お前のおこぼれが回ってきそうだ。いちいちうるせえな。そんな本当ですか。まあその点新谷なら。ええ、無罪。でもそんな無罪は取ったことないですね。めったにないことですから。ご存知ですか、日本の裁判の有罪率は 99.9%。 とんでもない数字ですよね。え、ああどうしても八神を。なんだよやってられる。みんなうるさい。はい、ええ、本当に間違いないんですね。わかりました。伝えます。どうした？八神先生に弁護の依頼です。だろうよ。依頼人は大久保新平。ふん。は？大久保新平って八神が無罪にしたあの？殺人で逮捕されたそうです。いやだからその事件は俺が。前のとは別なんです。ついさっき大久保が包丁で恋人を刺した後ガソリンで火を。なわけねえだろ。恋人を刺したって大久保くんが恵美ちゃん。そんな、なんでだよ。あの日、弁護士としての俺は、エミちゃんと共に殺された。連続殺人鬼。
大久保新平の手によって。こちら八神。海藤さん、そっちはどう？もうすぐだよ。今ドンキの近くだ。そっちに向かってる。野郎は見えてるか？あー、見えた。全然気づかれてないな。尾行の腕上げたね。おうよ、我ながら自分の才能が怖え。それ言い過ぎ。しかし面白えもんだよな、探偵が探偵を追ってるなんてよ。ドラマでもなかなか見ねえよな。そんなのいいから、慎重に。こっから俺も後ろにつく。ウェイ、おっさん、邪魔邪魔。うっせえな、おい。邪魔くすんだよ。おい、はあ、なんだてめえこれ。え、なになに、死にたいの？バカかこいつ。おい、何やってんだタボ。いや、チンピラに因縁つけられて、ついついって、お前が慎重にって言ってたくせに。チンピラって誰のことだ？海藤さん悪い、後ですぐ追いつく。適当すぎんだろ。なんだそれ、マジなのこいつ。へえ、オッケー、やる気満々じゃ。あちお、あちおってか。この野郎、上等じゃねえか。海藤さん、そっちは今どの辺？ピンク通りに向かう
裏道だ。人気が減ってきてる。分かった。早く来てくれ。俺の尾行じゃそろそろ気づかれちまう。いや、まだ追いついてない。しょうがねえだろ。うわ、そういうこと言う。これは怪しいな。なんだ、怪しいな。と、追いついた。たく、ヒヤヒヤさせ。悪かった。ちょっとあんた、そろそろ溜まった家賃払ってもらうわよ。もうちょっと待ってくださいよ。あと1週間だけ。本当ね。次はもうないわよ。はい、必ず。よろしく頼むわね。それじゃ。やべえやべえ。
気にすれば。海藤さん、探偵はチャンピオン街の方に向かってる。チャンピオン街か。あそこが入り組んでるぞ。うん、そろそろ目的地ってことかもな。よし、鳩飛ばそっか。空からもう追っかけよう。お、ドローン使うってか。海藤さん、先回りしてスタンバっといて。分かった。張り切りすぎてまた壊さねえ。いいから、お前は探偵ミュー。海藤さん、探偵はチャンピオン街の空き地に入ってた。あの先は行き止まりだ。今追ってったらバレるね。やろう。そんなとこに何の…多分誰かと会う。なるほど。こっちは今、ハト…ちょっと待ってもらっていい？どこだ？がいいな、海藤さん。操縦も安定してる。だいぶ練習した？今話しかけんな。あんま余裕がねえ。あ？誰かいるぞ。探偵の他にもう一人。やっぱ待ち合わせだったな。見た顔だ。確かカムロ町で競馬の飲みやってる。飲みや？ってことはあの探偵、借金も返さねえで博打か？世の中舐めてんな。それよりわざわざこんなとこで飲み屋に会うってことは、多分金の受け渡しだ。ん？つまり今なら取りっぱぐれがない。俺らのミッション何だったっけ？探偵の借金取り立て。なるほど。踏み込むなら今か。見てな。人稼ぎしてくるよ。よし、行ってこい、タボ。しくじんじゃねえぞ。どうも。いい俺だね、探偵さん。なんだ。カムロ町の飲み屋はサービスがいいんだってね。当てれば配当は1割増し、外した馬券の1割は客にバック。ギャンブル好きにはありがたいよな。俺も今度やってみようかな。あれ、もう行っちゃうの？まだ探偵さんから金もらってなかったでしょ。なんだお前、誰なんだ。うちの客の、そのまた客があんたに金返してほしいってさ。飲み屋から馬券買う前にね。取り立てのチンピラか。よく俺をつけれたな。チンピラとはご挨拶だな。俺はあんたと同業者。探偵ってことか。うん。あんた逃げ足早いんだって。で、
うちに依頼が来たってこと。今持ち合わせがあんのも確認済み。もう逃げらんないよ。さ、おとなしく払うも払いな。確かに持ち合わせはある。でもな、返すのは馬でもっと増やしてからだ。それまで待っとけや。本気で言ってんのか。よくそんなずうずうしいこと。また今度だ。なんでそんなもん。海藤さん、やつが逃げた。見てたよ。何やってんだお前。くそ、絶対逃がさねえ。往生際が悪いよあんた。うるせえ。俺にはな、俺の返済計画があんだよ。探偵って言ってたな。名前は。今さら名刺交換でもないだろう。八神だ。カムロ町の八神探偵事務所。ほら、金渡してくれ。手間賃込みで15万。お互い紳士的に行こう。ふざけんな。こんな取り立てあるか。訴えてやる。おい、おっ、訴えるだ。てめえ偉そうに言えた口か。ちょっと海藤さん。なんだよ。何が探偵だ。ヤクザじゃねえか。うるせえ。借りた金返すのにグダグダ言いやがって。もう諦めな。その人を怒らすとマジで怖いよ。わかった、わかった。いいのか、
この金取ってくならマジで訴えるぞ。見ろよ、鼻の骨が折れてる。鼻血が出てるだけだよ。だいたい先に手出したのそっちだろ。いや、お前が先に殴った。訴えたら間違いなく俺の方が。これ弁護士バッジ。お前探偵なんじゃ。どうする、本当に出るとこ出る？でもやっぱ相手が悪いと思うよ。賑やかな夜を楽しむならカムロ町はうってつけの街だ。だがネオンの光が眩しいほどその影は暗くなる。この街を牛耳ってるのは東日本最大のヤクザ組織東条会。カムロ町はディープな場所で刺激的な魅力にあふれてるが、同時に危険も増えていく。例えば遊び半分で盗みを働く若者たちの窃盗団。闇サイトで集まったメンバーは互いに顔も知らないという。警察はまだ彼らをただの一人も捕まえられてない。でも最近カムロ町で最大の話題はこれ、連続殺人だ。この3ヶ月の間に関西から来たヤクザが3人殺された。抗争中の東条会が見せしめにやったと言われている。こいつも目をえぐられてますね。3人のヤクザの6つの目玉は未だに見つかってない。そんな町の片隅で俺は探偵事務所を開いている。ただ一人の従業員にして俺の兄貴分、海藤さんは元東条会系のヤクザだ。そして俺は八神隆之は
3年前に法廷を離れた弁護士でもある。俺の持つ弁護士バッジにはもう飾り以上の意味はない。これ今月分の給料ね。悪いけど残りはまた。お前の取り分は？いや、こいつは依頼人に渡す分だしな。俺の分はまあそのうち。そっか。また源田先生のとこに行ってみるわ。なんか仕事ないかって。あそこの法律事務所最近暇そうだぞ。ちゃんと仕事してんのか、あのちょい悪親父。うちのお得意様にそういう言い方はやめない？なら古巣だからって手ぶらで行くなよ。菓子折りぐらい買ってけ。ちゃんとカッコつけろ。なんか苦労かけるな。それは言わない約束だろ、お父っつぁん。そういや、天下一通りのコンビニ限定もんのどら焼きがあったぞ。え？源田先生、筋金入りの。なるほど。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おい待て、こら兄ちゃん。おめえ今どら焼き買ったな。だがそいつは置いてけ。は？なんで？ありゃ最後の一個だったんだよ。俺らが食いてえ瞬間に買ったおめえが悪いですよね、兄貴たち。おお、いい
だとこら！何やってんだ、ターボ。羽村の頭。離せ、俺。ターボがチンピラ相手に喧嘩あるわけねえもんな。となると、お前ら。誰に手出したか分かってんのか？いや、こいつはうちの親父にとっちゃ息子同然なんだよ。俺の言ってること分かるか？いや、よしてくださいよ、そういうのいいんで。よかね。こういうのはよ、松金組のメンツの問題なんでな。ケンゴ、お前まだターボーに会ったことなかったな。顔を覚えとけ。探偵の矢上さんだ。はい、よろしくお願いします。こいつは昔親父が学費の面倒を見て弁護士にしたんだがよ、腕が良すぎてマジモンの殺人鬼まで無罪にしちまったんだ。マジっすか、すごいっすね。優秀だろ。まったくこんなとこにいちゃもったいねえ。ええ、ええ。ところがな、その殺人鬼はシャバに出てきた途端、今度は自分の恋人ぶっ殺しまったんだよ。マジっすか。結局それで死刑よ。そういやあいつもう潰されたか。執行はまだです。早く済ませりゃお前もすっきりするのにな。ああ、まあ、これ例の探偵から取り立てた金です。もううちの取り分は引いてあるんで、あとどうぞ。おお、板についてきたじゃねえか、取り立てや。おかげさまで。カイトのやつは元気か？ねえ。なら一つ聞いといてくれや。うちを破門にされたもんがいつまでこの町にいるんだってよ。お前も親父のお気に入りでいるうちは多めに見ててやる。松金の親さん、お元気ですか？素人が余計な首突っ込むんじゃねえよ。お、行くぞ。
沙織さん、これどら焼きね。限定もんだって。源田法律事務所は俺の古巣だ。3年前に辞めて以来、顔ぶれは少し変わった。どうも、矢上さん。星野くん、どう？ここはもう慣れた？ええー、皆さんよくしてくれるんで。優秀なんだろう？司法試験でもトップクラスだったって？ならもっと大きな事務所でも行けたろう。いや、なんてこと言うんですか。聞こえてるぞ、矢上。源田先生、どうも。俺には生みの親を入れて親父と呼べる人が3人いる。この源田先生もその一人。俺が弁護士になる前からこの事務所で働かせてくれた。新谷先生はどちらに？夕方から見てねえな。まあちょうどよかったじゃねえか、顔合わせずに済んで。え？お互い嫌いだろ。お前らどっちも相手をバカだと思ってるからよ。まさか、尊敬する兄弟子ですよ、それをバカにするなんて。うちの仕事が欲しければあいつともうまくやれよ。お前はもっと先輩に敬意を払ってだな。あ、源田先生、どら焼きどうです？先生なら絶対気に入ると思って。あれ？全部言っちゃった？半分なら残ってます。なあ、沙織さん。ないです。僕が矢上さんに仕事頼むなんて。なあ、沙織さん、なんかうちに回す仕事。なあ、沙織さん、なんかうちに回すし。ないです。なんか仕事ありませんか、源田先生。仕事な。そもそもお前、いつまで探偵なんか続けんだ？こんな危なっかしい町で。平和な町じゃ仕事になりませんよ、探偵は。借金の取り立てが探偵の仕事か？まあ、仕事がないよりはいいかと。そりゃ探偵じゃねえだろう。何でもやだ。もともとそんな感じで始めた家業ですから、俺の場合。なあ、矢上。はい？お前もう弁護士に戻る気はねえのか？ありませんね。どうしてもかよ。見てください、俺のこの目。うん？こいつは人が善人か悪人かまるで見分けられないんですよ。そんな奴に弁護士なんて任せちゃダメです。3年前の件なら、あれはお前のせいじゃねえぞ。あれはお前が優秀な弁護士だからこそ起きた事故だ。事故だとしても俺はあんなの二度とごめんなんですよ。仕事ないですか、先生。暇にしてるとあの日のこと思い出すんです。エミちゃんの遺体が目に浮かんで、だから何でもいいんで、ずっと忙しくしてたいんです、はあ、離婚裁判の証拠集めは例によってラブを張り込んで証拠写真を撮影、それから尾行とゴミ漁りだ。やるか？いいですね。もちろん喜んで。お手上げだな。後で資料送っとく。次来るときは手土産いらねえぞ。金が余ってしょうがないって時だけ持ってきてくれ。了解です。
源田法律事務所です。え？ええ、います。わかりました。八神さん、新谷先生から。ん？裁判の証拠集めを頼みたいそうです。殺人事件の。殺しの？なんだよ、うちにそんな案件あったか。いえ、私も今初めて聞きました。八神、さっきの離婚裁判は忘れていい。新谷を手伝ってやってくれ。殺しの弁護なんざうちも3年ぶりだ。新谷先生、太平通りのバーにいるそうです。すぐ来てほしいと。太平通りのバーってテンダー？そうです、バーテンダしろよ。